いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した、自動火災防止設備と火災通報装置の連動のシステム、前の動画では、作動式スポット型感知器、熱感知器を接続してたんですが、今日はですね、光電式スポット型感知器、煙感知器を接続してですね、火炎試験器で炙って作動させてですね、その連動及び非連動について確認していきます。ではですね、ヘッドを交換します。はい、そしたらですね、この火炎試験器で炙って作動を確認していきましょう。火災通報装置連動停止スイッチは今連動状態、通常状態にしてます。はい、蓄積中点灯。火災感知器が作動しました。はい、感知器、現場を確認してください。発砲受信機発砲。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災通報装置連動起動。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。自動火災防止設備が作動しました。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。はい、復旧。そしたらですね、今度は、火災通報装置連動停止スイッチ、こちらをですね、非連動の側にして、非連動にしてですね、感知器が発砲して、受信機発砲して、火災信号が、火災通報装置に行こうとしても、こちらの連動停止スイッチで非連動にしているので行かないことを確認していきます。ただ非連動にします。はい、赤ランプ点灯。そしたらですね、また、火炎試験器で炙っていきます。はい、蓄積中点灯。感知器発砲。現場を確認してください。受信機も発砲。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。今火災通報装置連動停止スイッチを非連動停止状態にしているので、いくらですね、自動火災防止設備が発砲しても火災通報装置の方に信号はいきません。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。そしたらですね、この火災通報装置連動停止スイッチを今から連動状態にしていきます。そうすると、こちらのですね、自動火災防止設備が発砲しているので、すぐ火災通報装置に信号が行きますので見ていてください。そしたらですね、連動停止スイッチを連動状態にします。火災感知器が作動しました。はい、連動状態。現場を確認してください。はい、火災通報装置起動。火災感知器が作動しました。
場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。こういった形でですね、感知器や、発信機もそうなんですが、火災信号ですね、自動火災防止設備の、受信機が受けると、信号がですね、火災通報装置に行って、自動でですね、起動がかかる、そういったシステムになるんですが、自動火災防止設備と火災通報装置を連動させるときには、途中でですね、連動を停止するそういった仕組みをつけなくちゃいけなくって、それがこういった火災通報装置連動停止スイッチになります。